ケトラちゃんは見た？これは今から20年以上前のお話です。私、ツツジと旦那のカツラとの間に待望の第一子ができた時のことでした。ツツジさん、おめでとうございます。カツラくんもいよいよお父さんね。わあ、ちっちゃい手。母子ともに健康、幸せの絶頂でした。しかし、ツツジさん、ちょっと確認したいことがあるんですが、確かご夫婦両方とも大型でしたよね。はい。実は息子さんの血液型 A 型なんです。え、O 型から A 型が生まれることはないはずなんですが、心当たりはありませんか？心当たりって、 A 型の人と関係があったかってことですか？まさかね。ツツジさんってそういうタイプじゃないし。じゃあどうしてかしら。心当たりなんてありません。旦那と出会って5年、浮気なんてしたことがありませんから。でもおとなしそうな顔をして、人は見かけによらないわね。やだ、信じられないわ。出産後、看護婦さんたちの間に悪い噂が広まってしまい、冷たい視線を浴びながら退院する羽目に。旦那には息子の血液型がわからなかったと伝えました。当時は血液検査の精度が今ほど高くなく、血液型が不明というのも珍しくありませんでした。まあでも O 型だろうな。俺もツツジもそうだし、血液も一緒だ。そうよね、 A 型なんてありえない。旦那の両親は私との結婚に反対していました。カツラの結婚相手は私たちが決めます。カツラにはもっと美人でお金持ちの娘さんを。反対を押し切って結婚したのに、もしお母さんに気づかれたら。女優 S、浮気で離婚だって。浮気なんて許されないよな。離婚されて当然だよ、最低だ。旦那だってきっと疑う。たとえ顔がそっくりでも血液型が違うとしたら。旦那に血液型のことを内緒にして2年、第2子が生まれました。その子もまた A 型でした。おかしい、身に覚えなんて全然ない。当時はインターネットも普及しておらず、医学関係の知り合いもいませんでした。 DNA 鑑定も一般的ではなかったし、調べるとしても高額で手が出せませんでした。私か勝田が間違った血液型を覚えてる。でも妊娠前に血液検査もしたし、病院の取り違え、2人連続なんてありえる。まさか私が寝ている間に勝田以外の誰かが。いただきます。それから旦那以外の男性とはなるべく距離を置くようになりました。ごめん、同窓会行けないや。残念。ママ。さらに3年後、第3子が誕生。やはり A 型。3人とも A 型。どうなってるの？もちろん身に覚えはありません。上の子たちは日に日に旦那に似てきています。母さん、髪型が決まらないよ。僕も。私は旦那に真実を打ち明けることにしました。3人とも私たちの子で間違いないと信じて。秘密にしていてごめんなさい、疑われるのが怖かったの。もしあの子たちが俺の子じゃなかったら離婚だな。カツラなんてね、冗談だよツツジ。あの子たちが他の男との間にできた子だなんてありえないよ。俺の友達にもお前のコピーみたいな子たちだなってしょっちゅう言われてるよ。俺もそう思う。俺とツツジの子で間違いない、何よりの証拠だ。カツラ、ちょっと隠しててごめんなさい。私、疑われるのが怖くて。ずっと悩んでたのか。気づいてあげられなくてごめんね。血液型のことはもう悩まなくなりました。おはよう。相変わらず全員お父さんに。旦那に血液型のことを打ち明けて10年、長男が中学3年生の頃。父さん、母さん、これを見て。お前またネットばかりして。いいから聞いてよ。僕らの血液型のことわかるかもしれないんだ。父さん、母さん、ちゃんとお医者さんに血液型調べてもらおう。長男に言われるまま病院で詳しく検査してもらったところ、旦那さん、ボンベイ型ですね。ボンベイ？ボンベイ型の方と会うのは私も初めてです。
ボンベイ型とは O 型の亜種で、 A 型や B 型の遺伝子を持ちながら血液検査では O 型として診断される100万人に1人しかいないとても稀な血液型だそうです。 O 型だと思った？残念、 A 型でした。つまり父さんは血液検査では O 型だけど本当は A 型ってこと？だから俺たち A 型だったんだ。あら、実はずっと不安だったんだ。父さん母さんと血液型が違うから、もしかしたら本当の親子じゃないかもって。それで自分で調べていたのか。うん、ネットで調べたら特殊な血液型の記事を見つけたんだ。俺、弟たちにも説明できるようにもっと調べるよ。あいつも悩んでたんだな。実は俺も疑問はずっと残ってたんだ。話題に出すとツツジが心配すると思って言わなかったけど、長年の謎からやっと解放されたよ。まさか息子が真相を突き止めるなんてね、頼もしいわ。このことがきっかけで医学に興味を持った長男は大学の医学部で勉強中。次男と三男も長男を見習い、それぞれの目標を見つけて頑張っています。あの時悩み苦しんでいた私に教えてあげたいです。旦那の優しさと医学の進歩と、そして息子の成長が私を苦しみから救ってくれる日が来ることを。ご視聴いただきありがとうございました。ボンベイ型、そんな血液型があるんですね。まさか自分が100万人に1人、その1人に選ばれていたとは思いませんもんね。もしかすると皆さんも長年信じていた血液型が違っているかもしれません。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また子供たちがいい子に育ってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。